上星川駅に来ましたね。あそこに温泉がある。そうか、はい、ホームから見える位置に温泉がある。温泉がある、上星川。鹿の温泉とかやつじゃない。お、いいです。いやもう上星川といえばラーメン屋さんもありますからね。まあ、まずはじゃあちょっとラーメン行って、ちょっと休日、今日3連休最終日なんで楽しんでいきましょう。行きましょう。はい。Y の実写が見たいか。Y の実写と。Y の実写。今3連休の最終日なんですよ。で、宇佐美くんとラーメンでも食べて、銭湯でも入って。3連休最終日を楽しもうという上星川の回ですね。あ、来た。今日3連休、9月の25日だよね。3連休僕ずっと働いてたからさ、社畜なんだ。疲れ。おつやま。みんなも疲れ。うん、だから今日はちょっとゆるく生きる感じでいきますか、ね、ちょっとゆるい感じの新しい動画を撮ってもいいんじゃないですかね。仲良し感がやばいです。たまにはさ、リラックスしようぜ。仲良し感が、あ、そうにあんだ。ハロウィン、うん、いいっすね。あれ、なんだっけ、サンマ遅れなきゃいたずらしちゃうにゃって書いて。そうにゃ、サンマ好きだね。嘘だ。はい、上星川駅に来ましたね。どこがラーメン屋さんでしたっけ。そうですね、いろいろあるんですけど、この16号、まあ、横浜市民に同じ、ああもう16、大好き16号、八王子街道、これにね、実はならない人はいないというぐらいの。そうだ、いない。道沿いの熱量がすごいですね。ラーメンですよ。ラーメン界としてはちょっと、はい、ここら辺にあの上星商店という、はい、新しくできた横浜は新商店という名店があるんですよ、うん、そこがプロデュースしたので、うん、あの結構ね、濃いめの醤油味の、うん、もちもち縮れ麺、もちもちめちゃめちゃ美味しい、しかもね、はい、でも味わいがったりしてね、もう食べない人はいないけど、嫌な人はいないけど、みんなが行ってみよう。はい。すでだから。あ、もう一個もう一個。続きは。もう一個方法ですけど、はい。この中で有名で、はい。ここまでこの駅があるんですけど、はい。はい。はい。いろんな店があるんですけど、ここら辺です。ちょっと上星川駅出て、左側に行ってもらって、左側に行ってもらって、もうね、なんか、行列があるんで、そう、ジロコの方がいいですね。で、続きはさ、いらない。ございますので、家近くを、今、こっちに行きましょう。うん、わかんない。行きましょう。はい。上星川駅の北口に来ましたね。駅舎が結構まだリニューアルじゃんしてないけど、まあ前のね、そう、別カラーで結構好きですね、これ。馴染みあるね、みんなね。で、駅、あ、え、コーヒー屋さんとかあります。ダイレクトアクセスができている、バスを使ってる。あ、バス入ってくる。すごい、16号からね、直結ですからね。あ、教習車だ、かっこいい。うん、あ、星川とワイとウサミシ教習車。暑い、まだ暑いね。暑い、みんな大好き16号で、みんな大好き。16号線がここですね。関数ですね。ね、あと上星川といえばあそこのね階段みたいな、そう、階段マンションみたいな有名な。行ってみましょう。やったぜ、ラーメン。でもこの辺さ、車とかで通るか歩くってなかなかないですね。大体みんなこの16号爆走するね。はい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 、来ましたね、カンニ。カンニ2020が結構難易度高いんですけど、結構初見殺し、うん、歩きだとなんかこう眩しい笑顔にサミットも。さあやってまいりましたけど、ドロドロドロ、うえ、人めっちゃ並んでるよ。駐車場ここでし、そてつらこう、バイクで来られるから、車で来られるから安心して来られる。すごいですね。あ、あ、ここにある。あ、右は月月月決めだ。うん、月朝来ました。すご
せてゆくかな。未来まで好きでいさせて。あ、そうなんだ。まあ、ラーメンだしな。まあ、めちゃめちゃオペレーション早いっすよ。あ、そうなんだ。オペレーション鈴木屋さんの、いや、ついに来ましたね。何がおすすめなんですか？ラーメンっすね。あ、まあ、そっか。あ、でもね、これチャッシュメンです。あ、じゃあお腹減ったし、そうするか。今日は祝日の最終日ですからね。あ、3連休の。わかりました。ナミとチャーシュー一緒ですね。はい、楽しみですね。いや、美味しそうだな。ソーニャンさん最高だけど、やっぱね、名店ですからね。死にますね。来ましたね。あ、また行列さんがね、たくさんできて良かったっすね。まあ、行列できるわ、そりゃ。鹿駅南口に行こうというところですね。そうですね。そして9000系ですね。イケメンですね。優しい、うん、ああ、センキュー。神の鹿の乗ってるとここにね、神の鹿よく乗りますね。あ、でもまだやってない。あ、そうね、意外と歩いてみると。じゃあ行ってましょう。オープンしてますよ。ちょっとじゃあ見てみましょう。ショですね。はい、プロデュース店。あ、そうなんですか。中華そばとか。へえ。濃い口の醤油みたいな感じのスープなんですけど、そんなにしつこくないし、はい、チャーシューがマジでしっとりでうまいし、ワンタンが神がかってるんで、ぜひ。神保寿商店。こちらほうれん草そうめん。そちらは？こちらは中華そば、味玉トッピング。ツイッターフォローで。味玉トッピングです。めっちゃ美味しそう。いただきます。エキスタンスの時にはほうれん草、そう思いませんか？思いますね。やっぱほうれん草も美味しいですからね。すげえキラキラして、いい街ですね。皆さんもいろいろあっていいですね。うん、一日遊べますね。上星川駅南口ですね。ローゼンとそこにあるが満天の湯、アイダイゴールドチームからのクリエイト SD 駅前でかなり揃ってる。で、上にはクリニックステーション。あー、で、すぐ相鉄。いい駅ですね。いい駅ですね。コンパクトにまとまった、過ごしやすそうな、暮らしやすそうな。はい、満天の湯徒歩5分ぐらい。いや、5分もかかんない。徒歩1分かな。さあ、こう上りが立っておりますが、リラックスタイム。社畜の、そうね、社畜なん。
相鉄で働いてるからね。いつも9時5時か。頑張れ。残業あるんだよ、実は。あ、9時5時じゃないのか。残業してるんだね。うん。はい、来ました。さあ、でもアンテナ行きますか。行きましょうかね。なんかすごい佇まいというか、はい、駅近で晴れてもいきや、こっから本格的、本格的ですね。なんかリゾートに来たような。なんか温泉来たねって感じの。いや、嬉しいっすね、今日はこうやってね。ここは保土ヶ谷満天の。こんにちは。いいですね、ここは保土ヶ谷。保土ヶ谷塾的な感じだよ。あ、そうなんですか。橋がある。あ、あ、そう、橋ね、これ、そうか、保土ヶ谷塾とか天皇町の駅前とかにあるもんね、こういうのね。そうだ、うん、いや、ちょっと旅の疲れよ。そうだ、ね、癒しに拙者たち、旅拙者感、うん、拙者なのか。あ、お、誰、かわいい、おてんちゃん、おてんちゃんさん。へー、あ、ここのキャラクターなんです。はい。あ、ここにつるくんつけます。あの、マンテの前の方の、そういうこと。へぇ、そうなんですか。つるくんとてんちゃんでマンテみたいな。あ、そうなんですか。つるくんか、かわいい。甲子園準優勝で、そうなんです。すごい、すごいですね。楽しみですね。はい、東海道。あ、保土ヶ谷塾、でもここに満点で。なぜか。お風呂にもこれ。あ、そうなんですか。へえ。53次です。そうですね、君の静岡も通ってるよ。そうだね、1号機。はい、じゃお邪魔します。ありがとうございます。すごい変。満天の湯、いいお風呂でしたね。気持ちよかったですね。コロンコロン、温泉味があってよかった。温泉味は、ジャバー。はい、いいとこなんで、ぜひ上星川駅すぐ近くです。ね、来てみてください。かさびら川だって。はい、ということで、上星川駅に帰ってきましたね。来ましたね、現在なんとここです。からの、いろいろ歩くと渓谷公園、うん、あったり、あとは西谷浄水場、立花岡公園、いろいろありますね。まだまだ楽しめるところがいっぱい、上星川自然もあるようなのでおすすめです。そして駅帰ってきましたね。はい、あ、どうでしたか今日、連休、3連休は。どういう3連休でしたか。いやでもいい3連休でしたね。なんか台風が来て、はい、もうね、雨続きで3日間ダメかな、確かに。どうしようみたいな、どっか行くにもちょっと遠くにもね、うん、行きづらいしって思っていたところに、上星川行って、ラーメンを食べて、温泉に入って、最高の休日ですね。ね、近場にこんな楽しみ方があるんだよということを、ね、お伝えできればと。はい、皆さんも良い休日を過ごせるんじゃないですかね。うん、多分上星川住んでる方とかで見られてる感じなら、ここ行っとくべきみたいなのあると思うんで、そういうのぜひ教えてください。コメント欄に書いてください。はい、じゃあ、それではまた。次の駅はあなたの駅かもしれませんね。